ははい皆さんこんこにちは、えー、レック不動産鑑定士講座で鑑定理論という科目の講師をしております、えー、不動産鑑定士の川原といいますでは2021ですね合格基礎講座鑑定理論、えー、第1回講義を行っていきます、えー、不動産鑑定試験は担当式試験と論文試験試験ですね、えー、これ2段階になっていますでいずれの試験においてもお伝えされるこの鑑定理論についてまず初めに受講していただく、まあ、基礎知識をインプットしていく講座がこのね合格基礎講座ということになってきます えー、担当論文共通の知識をですね学んでいく講座なんですが、ね、ただ、担当式試験合格しないと論文受験することはできませんので講義の進め方としましては、まあ、担当対策を中心にですね講義を進めていきまますなののでまずは担当式試験の概要から確認をしていきます。 はい、担当式試験ですね、えー、っとまずは試験期日はと言いますと,、えー、っと例年ですね5月の第2日曜日母の日が試験日ということになってますので皆さんが受けるべき2021年度は5月の9日日曜日が予定日ということになってきます。で常に 逆算して意識をすることが重要ということになってきますあっという間に、ね、本試験来てしまいますので常にね残り何日意識をして学習を進めていくようにしてください、えー、と正式にはね2021年の年明けの、ね、1月ぐらいに、えー、正式の試験日はね発表されますとともに、えー、と余談なんですけど願書の手続きですね願書の手続き 願書の手続きが、えー、と大体3月の上旬ぐらいが締め切りで手続きを行って、ね、いただく必要があります。で毎年なんですけど一人二人ですねあの受験手続き忘れてしまいましたって方がいるんですけどこればっかり私どうしようも、ね、できませんので受験手続きだけですね3月の上旬ぐらい忘れて、ね、しっかり行うようにしてください。はい、で続いて試験科目ですね、えー、担当式試験は行政法規という科目と鑑定ル理論という科目ですね2科目で出題されます。 行政法規、動産ですね、さまざまな規制、法律があります、えーと、建築基準法とかそういった法律名聞いたことありますね、そういった動産に関する37の法律について学んでいくのが、行政法規という科目。でもう一方、これからね、学んでいく、鑑定理論ですね、不動産を鑑定するときの考え方、理論を学んでいくのが、鑑定理論という科目になっています。で試験時間はと言いますと、各科目、2時間ずつで問題を解いていく、そういった試験時間になっています。 で形式ですね問題形式はと言いますと、えー、5択のマークシート方式で各科目40問ずつ出題されます、えー、と宅検試験とか受けられた方は宅検試験ですと4つの選択肢から1つの正解書をよぶ4択でで50問を出題されていたと思うんですが鑑定試験担当式試験は5択のま40問が出題されるということになっていますで 1>, えと1問当たり2.5点と配点されましてかける40問で100点満点で2科目合計で200点満点で試験が課せられますではどれぐらいの点数を取れば合格できるのかってことですねえと合格ラインは総合点でおおむね7割200点満点なんで一応140点ぐらいと願書には示されています 鑑定試験相対評価の試験ですので問題の難易度によってこの合格ラインはです、ね、変わってくるんですけど、まあ、近年の本試験ですと大体願書通りだいたい140点ぐらい、まあ、140点弱ぐらいとかですね合格点推移しています。あと願書には科目ごとに一定の点数が必要とのですねそういった注意書きがあるんですけどうんと例えばですね例えば合格ラインが140点で 極,極端に言いますと行政法規100点で鑑定理論40点、まあ、合計140点総合点ですと合格ラインクリアなんですけどさすがにこんな、ね、極端な点数の取り方をすると鑑定理論について点数が足りなくて不合格ってことあると思うんですけどじゃあ実際行政法規満点で鑑定理論40点取るような受験生がいるかというといないです。なので科目ごとの点数というのは基本的には気にする必要はありません。 のでこの科目ごとの点数というのは基本的には気にする必要がないということになっていますで鑑定理論単独としてじゃあ、ねえー、クリアしていただきたいですね目標はといいますと、えー、鑑定理論で40問中、まあ、30問、まあ、75点クリアをです、ね、目標にしていただきたいということになってきます。近年の本試験はもう一方の方の科目ですね行政法規がちょっと難しくなっています。 なのでトータルですね7割140点オーバーするためには鑑定理論の方で,です、ね、少しですね7割以上の点数つまり40問中30問7割5七75点をですねクリアすることを目標にしていただきたいということになってきます。まあ、ポジティブに考えれば10問間違えても合格することができるということです。満点は不要ななんだとということになってきます、はい、では敵をやっつけるためにはです、ね、敵を知る必要がありますので実際の本試験問題をちょっと確認をしていきます。 はい、これ、えー、と実際の本試験問題です。えー、A4 番のサイズの本試験問題になっています。ちょっと拡大していきますと、えー、令和元年不動産鑑定試験の担当式試験ということになってきます。今、収録しているのがです、ねえーと、令和2年の本試験前にこれ収録していますので、貯金、えー、の本試験問題がこの令和元年の本試験問題ということになってきます。で、えー、と不動産の鑑定評価に関する理論、略してこれ、鑑定理論といったりします。 で100点満点で試験時間2時間ですよね。えー、と午前中10時から2時間で行政法規問題解いていただきましてで1時間半の休憩は挟んで午後の1時半から3時半2時間で鑑定理論の問題を解いていくそういった流れになっていますで、えー、と注意事項が、ね、いくつかあるんですけど、えー、この中で例えば縦3見てください縦算、えー、と問題用紙は表紙を含めて31ページとなっています。やはり 40もありますので、こうそれなりの分量がある31ページほどの分量になっています。で、あとは、さて4ですかね。解答は、解答用紙の記入要領に従って、必ずこの後、黒の鉛筆、HB または B でマークする必要があります。筆記用具は、シャーペンは使えずに、黒の え鉛筆 HB または B の黒の鉛筆を使用してマークシートにマークする必要がありますなかなか最近はね皆さんあの鉛筆は使っていない方も多いとは思うんですけどえとシャーペンというのはマークシートの読み取り機がこれね読み取らないことがあるようなので筆記用具はですねこれ鉛筆黒 鉛筆ですね HB または B の黒の鉛筆が指定されていますのであの普段からちょっと鉛筆をよ準備していただいて普段の、ね e、のエレックの答案練習会、当連においてもです、ね、鉛筆を使って、ね、マークするように、ね、慣れていくようにしてください、はい、では、えーとね、問題の、うん、形式ですね、ちょっと問題の形式を確認していきますのでじゃあまずはです、ねえー、と6ページ問題6、見ていきましょうね内容は、ね、当然わからないと思うんですけど形式だけ確認していきます。 いくつかの形式によって,こってこ形式が形式の形で音式問題に、ね、出されていますはいじゃあ問題6ですね問題6使って、えー、問題6は括弧、えー、1から括弧5という形で5つの選択肢が与えられていまして問題は1行目分末正しいものはどれかというような形式になっています、えー、こういった形式のことをですね、えー、これ単純性の問題と言います 正しいものもしくは誤っているものを1つ選ぶそういった形式の問題が単純正語問題ということになってきます。で続いてではすぐへ問題語を見ていきましょうね問題5、えー、問題5は「色派に歩」という形で5つの記述が与えられましてで記述の組み合わせがですね例えばイロハ「色派ろ派歩」という形で5つ選択肢が与えられています。で問題文 最後ですね、正しいものをすべて掲げた組み合わせはどれかという形式になっています、えー、こういった形式のことをですね、えー、これ組み合わせ問題と言います、えー、正しいものもしくは誤っているものをべて掲げた組み合わせを選ぶこれ組み合わせ問題と言いますえー、っと続いてはでは問題11ですかね、はい、問題11 えっと、一定の文書がありまして、その文書の中で、色波という形で空欄が空いています。で、空欄に入るべき語句の組み合わせがですね、5つ選択肢が与えられていまして、で、問題文。えっ、ー、と、空欄に入る語句として、正しいものの組み合わせはどれかという形式になっています。えー、こういった形式のことをですね、穴あめ問題なんて言ったりします。 あと、鑑定量40問最後の2問ほどなんですけど出される形式がありましてでは、えー、問題39見ていきましょうね。はい、問題39、ね。数字がいくつか与えられてまして数字がいくつか与えられてまして計算結果選択肢が5つありましてで問題としましては。 えと計算した結果として正しいものはどれかというような形式になっています。えー、こういった形式のことをですね、計算問題と言います。計算問題はあの高度な数学は出ません。あの微分とか積分とかそういったものはね不要です。まあ、単純に足し算、引き算、割り算、掛け算、いわゆる四則計算で行っていきます。ポイントは 電卓を使えないといととうことですね手計算筆算でですねしかも最後の2問なので限られた時間の中でその慌てて手計算で計算していかなきゃならないというのが計算問題の難しさどうしてもやっぱりね時間が限られています手計算で行っていきますのでケアレスミスをしやすいですね難易度の高い形式がこの計算問題ということになっていますでは、まあ、この4つの形式ですね、えー、と令和元年の本試験問題ですとどういった割合で出題されていたかといいますと。 単純整合問題が13問組み合わせ問題が23問穴埋め問題2問で計算問題が2問という割合で取材されています特にこの組み合わせ問題が半数以上占めてますよね組み合わせ問題というのは確実な知識があればそれをヒントに消去法的に正解を導き出すことができるそういった形式です難易度としては多分一番ね優しい形式が組み合わせ問題ということになっていますなので対策としましまては 過去問を中心に、確実な知識を増やすことがポイントになってきます。十の不確かな知識よりも、七の確実な知識を得て、ね、本試験を合格していく。そういった戦略で、学習を進めていく必要があります。はい、では、鑑定理論という科目の特性について、次、お話をさせていただきます。 はい、鑑定理論まずはどういった内容を学習していくのか学習内容としましては一言で言いますと、えー、不動産鑑定評価基準と留意事項について理解を伴わせて暗記をしていくそういった学習内容ということになってきます。 不動産鑑定士が鑑定評価するときの判断とよりどころなるです、ねまあ、条文のようなものが不動産鑑定評価基準略して基準さらにその弟分であります留意事項この基準留意事項について単なる丸暗記ではなくて理解を伴わせて暗記をしていくというのが重要な学習内容ということになってきますで鑑定理論という科目は担当論文いずれにおいても伝えされる共通科目ですで論,文式試験論文式試験というのは なんか自分の考え方を記述するとか、そういった試験ではないです。論文式試験というのは、自分の考え方を書くとか、そういった試験じゃないです。論文式試験というのは、暗記してきた基準留意事項を使って、問題文に合わせて、その基準留意事項を現場で吐き出す。そういった試験が論文式試験ということになってきます。この基準留意事項というのは、試験員とのこれ共通言語です。言語みたいなものです。 自分の理解を試験委員にアピールするためにはこの共通言語であります基準留意事項を使っていかないと適切にですね理解を伝えることができないということです。なので論文式試験に合格するためにはこの基準留意事項のまあ暗記というのが、ね、必要になってきます。これ必ず必要です。一方担当式試験ですねこマークシートマークシート方式ですので、えー、と暗記はそれほど意識する必要はありません。どちらかというと、まあ、理解を伴わせる方ですね。 キーワードを中心に過去問を中心に理解を伴わせていくというのが担当対策としては重要となってきます。でこの鑑定理論の位置づけなんですが、ね、位置づけ、えー、担当論文いずれでも配点の半分を占める最重要科目となってきます。担当は2科目行政法規と鑑定論2科目ですので配点の半分なんですが、えー、論文ですね論文、えーと。行政法規という科目は担当式試験だけの科目ですので論文では伝えされません。 立法・鑑定理論というのは専門科目ですので、論文でもお伝えされる。加えて、論文式試験においては、鑑定理論、さらには民法、経済、会計学ですね。計四科目で試験が課せられます。四科目あるんですが、鑑定理論は他の三科目よりも問題が多く出題されます。なので、えー、論文式試験。六百点満点なんですけど、その、ね、半分、三百点が鑑定理論の配点ですね、えー。配点の半分を占める重要科目が、鑑定理論ということになってきます。で 関係理論担当論文で学ぶべき知識はこれ共通になっています、えー。アウトプットが異なるという点になっています。えー、担当特有論文特有知識という知識はねありません。基本的にはありません。えー、とこの後見ていきます。えー、と基本テキスト合格基礎テキストというものはこれ担当論文共通のテキストになっています。 ただ試験員にですね自分の理解をアピールするやり方アウトプットがマークシートでマークするのか論文で記述をしていくのがそういったアウトプットが違うということになってきますつまり学ぶべき知識は共通ですので戦略としましては鑑定理論を得意にににししててて式試験に合格していいいたただききいとということになってきます要は受かり方ということで、ね、受かり方です受かり方 つまり例えば合格ラインが140点で行政法規90点で鑑定理論50点合わせて140点これ立派な合格なんですけどただ行政法規は担当だけの科目ですのでいくら得意にしても論文にはつながっていきません。 一方鑑定理論は担当論文共通ですので、担当で得意にすればするほど論文の貯金につながってくるということになってきます。なので合格ライン140点ならば、ぜひ例えば鑑定理論80点の行政法規60点みたいな形で鑑定理論の方をですね得意にして担当式試験に受かっていただきたいです、ね。受かり方です。戦略としましてはぜひですね鑑定理論を得意にして担当式試験ですね。特に近年は行政法規のね内容が難しくなってますので鑑定理論の方を得意にして で担当式試験ですね受かっていただいてで論文の貯金をしていただきたいということになっています。では、えー、受講していただくですねえー、とコースの内容について説明をしていきます。はいえー、と受けていただく担当合格コースというものがあります。 で流れとしましては、まずはですね初めに受講していただくですね基礎知識をインプットしていくこの合格基礎講座、ですね鑑定理論20回の行政法規14回で計34回まで受講していただきますで続いて、行政法規改正対策講座というのがあります。 行政法規、これ法律を学ぶ科目です。法律というのは改正があります。で、改正分野というのは法試験で出題されやすい分野となっていますので、その対策を行っていくのが、この行政法規の改正対策講座全1回ということになっていきます。続いて、担当総まとめ講座ですね。 えと名前の通りですね知識を総まとめ、まあ、再確認をしていくそういった講座ということになっていきます。えっ、ー、と官邸理論の行政機それぞれ4回ずつで計8回です。で官邸理論は全4回のうち最終回4回目であの計算対策を行っていきます。先ほど40問中最後の2問ほど計算問題が出ます。その対策をこの総まとめ講座の4回目のね、えー、最終回よ全4回の4回目の方で行っていきます。 で続いて担当実践通りですね、えー、と本試験レベルの実践的な答案練習会ですね実際問題を解いていただく官邸、えー、理論3回の行政法規3回の計6回ですで最後全国的な仕上げの、えー、全日本、えー、担当公開模試を受けていただいてで5月の担当本試験ですね受けていただくこういった流れになってります でこの中で、えー、こう上にこう「イン・イン・イン」って書かれてますよね、えー、これ、知識をインプットしていくものが、担当基礎講座、行政法規改、改正対策講座、担当総まとめ講座となっています。で、この知識をインプット,インプットしていく講座は、ですね、えー、1回あたりの講義時間が2.5時間となっています。1巻あたりの講義時間が時間がで、その1回あたり2.5時間の講義が、4ユニット制で、えーね、構成されています。 ええと、1ユニットだい大体35分前後でかける4。ユニットでま2.5。というか1回分の講義になっています。で、このユニット制になっているので、通信の方は自分の生活スタイルにですね。講義の受講をですね。入れ込みやすいですね。そういったスタイルになっています。つまり、自分の生活の中で35分程度の隙間があれば、そこに講義の受講をですね。入れていくことができるということになっています。 例えば、朝ちょっと早く起きていただいて、えー、と1ユニット35分だけ講義を受講していただいてで、えー、通勤・通学していただいてで、えー、帰宅してから残りの3ユニットを見るみたいな形でこ細切れに35分の隙間があれば細切れね受講することができるそういいっったスタイルになっていますでこの後ろ2つですよね、えー、とアウトポットの講座です。 えーまあ、実際に問題を解いていただくものになりまして、ねえー、それぞれ2時間ずつで、えー、と40問問題を解いていただいてで休憩を挟んで50分の解説があるのがこのアウトプットですね担当実践トーレントを全日本公開模試ということになっています。 で特にこう、ねえー、と受け方ですね、受講のペースなんですけど、まあ、通信の方はですね、こう自己管理して、ね、受講していかなきゃならないのでなかなか大変だと思うんですけどまずざっくりとあの受講ガイドに、えー、と生クラス、えーと、東京の水道橋本校が生クラスなんですけどそのスケジュールがあの受講ガイドに掲載されていると思いますのでそれをまずは、ね、あのペースの目安にしてください。生クラススのの、ねえー、受講のスケジュールが、えー 受講ガイドに掲載されているはずですので、それをね、一応目安にして、受講していただくということになっています。一応、ざっくりとした目安を、ね、お話ししますと、この知識をね、インプットにしていこう基礎機能、この合格基礎講座、全30問からの受講がありますこの基礎機能受講ですね。 これをですねざっくりとまあ、年内いっぱいまでに終わらせていただきたいということになってきます。いつから始めたとしてもざっくりとこの基礎期の担当基礎講あ合格基礎講座の34回の受講を年内いっぱい、まあ、ちょっと遅めの秋ぐらいから始めた方は1月ぐらいまで伸ばしてもいいと思うんですけど、まあ、ざっくりと年内いっぱいでこの基礎期の合格基礎講座の受講を終わらせていただくということになっています。例えば春から始めてる方は週1コマぐらいのペースで十分年内いっぱいで受講することができるはずです。 で夏ぐらいから始めた方は週2コマぐらいのペースで秋から始めた方は週3コマぐらいのペースで受講していただければ年内いっぱい終わ,すで終わらして年明けからはいつから始めても、ね、合流するってことで、ね、年明けからはだいたい週2コマぐらいのペースでこの完成期の、ね、講座当練を受講していただくそういった流れになっています。 でこれから受けていただくです、ね、基礎記のこの知識をインプットしていく合格基礎講座なんですけど、えー、受講の仕方としましては、えー、予習はいりませんとにかく復習が重要ということですできれば復習の時間は講義の時間の倍の時間使ってください1コマ2.5時間ですので1コマあたり5時間ぐらいの時間使っていただいて復習するようにしてくださいで特にねこの単刀、えー、合格基礎講座はですね えと細かいところは切り捨てずにどん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 ですねあの先に進めるようにしてくださいとにかく大枠をつかむ幹となる部分を意識するってことでどん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 先に進めるようにしてください、えー、と受験用語で全体を一通り学習することを回すというんですけど、えー、この講座はとにかく全体をどれだけ多く回すことができるかというのが重要です。 細かいところは3回し目4回し目5回し目ですね。繰り返し回すことによって後から分かっていきます。なので、とにかく細かいところでね。つまずかずにどん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 先に詰めるってことです。大枠をつかむってことを意識していただいてで、3回しめ4回しめ5回しめ細かいところ分かっていきますので、こうミルフィーユのようにいいですね。 とにかく薄い層で構いませんのでとにかく、ね、層を重ねていくというイメージで全体をとにかくです、ね、数多く回すということを意識していただいて大赤をつかむきとなる部分を意識するという形で学習を、ね、進めていくようにしてください。 はいあとは、そうですね、えーと、通信の方はですね、えーと、メールでの質問、教えて中ゅという制度がありますので、もちろんね、勉強内容、さらには勉強の方法とか何でも構いません。えー、と質問回数の制限とかもありませんので、教えて中ゅうといですね、メールでの質問を使っていただいて、どんどんですねあの質問するようにしてください。はい、あと,、えー、と、これから講義をしていく時、えー、ときに、引き用具、えー、としてまして、まずは、 えー、ピンク、ブルー、あとイエロー、グリーンの4色のマーカーを、ね、ちょっと使っていきます。あと少し太めの,この青と赤のペンですね使っていきますので、えー、と準備できる方はです、ね、ちょっと準備していた,だいただいた上でこの後ですね講義を受講していくようにしてください。はい、では、えー、と配布されている、えー、教材について説明をしていきます。 いくつか教材届いていると思うんですが、まずは2021合格基礎テキスト鑑定理論というのが届いていると思います。これ、講義で使用するメインテキストとなっています。これ、担当論文共通の基礎テキストとなります。ちょっと形式見ますと、では80ページ開いてください。合格基礎テキスト80ページ開いてください。はい、80ページ開いていただきまして。 で、本文のうち、この、ね、実践で囲まれている部分が上にありますよね。これが不動産鑑定評価基準、まあ、基準を表しています。ですぐ下、点点点ですね、点線で囲まれている部分がありますね。こちらが弟分、留意事項を表しています。で、横見出し見ますと、えー、と上にまずは担当世代年度、これ直近10年分の世代、えー、年度がですね、示されています。 とともにすぐにした論文主体年度も示されていますこれ担当論文共通の基礎テキストですね論文の主体年度も示されています 効果形24とありますよね、効果形というのは論文向けの補助教材のこれ番号になりますので、担当対策の方はです、ね、これ無視するようにしてください。ですみません今、効果形という教材をです、ねえー、とマイナーチェンジしてますので、もしかしたら、まあ、お手元のテキストには効果形の番号だったり、そもそも、ね、ここに効果形の表示がないかもしれません。まあ、とにかく、えー、とテキストの横見出しに、ね、たまに効果形という番号があるんですけど、担当対策の方は効果形というのは、ね、無視するようにしてください。 あと、読み出しにこうねコメントなんかもあったりしますで、重要なコメントは適宜、指摘をしていきます。はい。で、続いて、お手元届いているものとしましては、2021合格基礎講座のえ鑑定論パワーポイント画面集というのが届いていると思います。これは、今まで見せてきたこのパワーポイントの画面を、 冊子状態の形にした画面集です。これ復習の際の確認用の教材がパワーポイント画面集ということになってきます。続いてお手元届いているのがこちらですね。 えと足別鑑定論上下巻というのがですね2冊お手元冊届いていると思います。こちらは令和元年度までの過去問を分野別に一問一答形式に編集した過去問集ということになっていきます。 えと令和元年度までの過去問を分野別に一問一答形式の形に編集し直した過去問集ということになっていきます。これ、講義では使用しないんですけど復習におけるメイン教材がこの足別鑑定理論上下鑑ということになっています。では中身ですね、形式見ていきます、じゃ上巻の、えー、と上官のでは32、33ページ、開きのところを見てください。はい、上官32、3ページですね、開いてみてください。 はい、足別条三32、3ページですね。え、これ、見開きの形式になっていまして、左ページが問題ですね。で、右ページが解数区、丸抜の一問一答形式になっています。で、左ページ問題部。横見出しに星、一つ、二つ、三つという形でランク付けがされています。星が多くなればなるほど重要性が高まってくる。で、え復習の際には、星、 2つと3つの問題を解くようにしてください。星1つはやらなくていいものだと理解してください。無視してください。これ過去文集なので、網羅性の観点から星1つの問題はね計算してるんですけど、復習にあたっては、星1つの問題は無視するようにしてください。やらなくていいものだと思ってください。で、かつ、特に1回目の復習は、星1つの問題は 3つだけで構いませんまず今回講義を聞いていただいて復習の際には1回し目は星3つの問題だけ解けば大丈夫ですで2回し目3回し目に移った時に星2つについても広げていくようにしてください解くべき問題は星2つと3つですでしかも、ね、1回目の復習の時には星3つだけ解けば十分ということになっていますで解説の方いきますと丸バツという形なんですけど解説文とともに最後テキスト P14 とかありますね。これ合格基礎テキストの該当ページになっています。なので復習の際には解説を確認した上でさらにこの合格基礎テキストの記載されている部分についても合わせて確認するようにしてください。でテキストに戻る際には問われていた知識のみならずその前後の知識についてもですね合わせて 聞かれていた知識の位置づけなんかも含めて、前後の知識についても合わせて確認して興味にしてください。つまり鑑定理論の復習の仕方というのは足別を解くことによってテキストの知識を網羅的に確認していく。これが鑑定理論の復習の仕方です。 足別を解いて解説を見てでテキストの該当ページに戻った時には問われていた知識のみならずその前後の知識も合わせて確認して、ね、問われていた知識の位置づけなんかも確認した上で問題を解くことによって合格とテキストの知識をですね網羅的に確認していくというのが鑑定理論の復習の仕方ということになっています。はい、で続いてお手元 この手のひらサイズの緑色の表紙のモバイル鑑定評価基準というのが、ね、届いていると思いますこちら講義でやはり使用しませんこれねあの暗記用のツール本ということになっています先ほど鑑定理論あの論文合格するためには基準理事項の暗記が必須とお話しましたで、えー、っと短期で受かる方の特徴としましては担当段階から鑑定理論の基準理事項の暗記をですねあの進めています 最終合格短期で受かる方の特徴としては担当段階から暗記を進めています。えー、と論文に合格するためにはこのモバイルに記載されている基準理事項の、まあ、範囲としても7割精度としても7割ぐらいのレベルで暗記をしていかないとやっぱなかなか論文を合格することは厳しいということになってきます。 なのでできれば今日からモバイルですね、あの携帯していただいて、通勤・通学の隙間時間に、ね、こう広げていただいて、少しずつですね、あのこの基準理事項の文言にですね慣れていくようにしてください。はい、以上が、ねえー、配布教材の説明ということになっています。じゃあ、切り替えで一旦ここで切っておきます。 はい、では第2類と講義の進めていきましょうでは鑑定理論で学ぶですねえー、っと全体像についてですねまずは今回だけですねこうモバイル使いまして鑑定理論の全体像について少し、ね、説明をしていきますではお手元モバイルない方は、ね、こう画面見てくださいでモバイル端書きがありまして次めくりますと目次がありますこのモバイルの目次を使って、ね、鑑定理論の全体像について説明をしていきます はい、鑑定理論は大きく、えー、総論とですね総論とをくって格論ですね大きく鑑定理論は総論と各論に分かれてきます総論というのがすべての不動産共通の考え方を学んでいくのが総論です総論としましては第1章から第9章までありますすべての不動産共通の考え方を学んでいく総論が第1章から第9章です続いて各論ですね 格論というのは、総論を前提に、個別具体的な案件ごとの鑑定評価の求め方を学んでいくのが格論ということになってきます。個別具体的な案件ごとの鑑定評価の求め方を学んでいくのが格論。で格論が第1章から第3章となっています。なので、章としましては、総論が第9章まで、格論が第3章までですので、全部で12の章で成り立っているのが鑑定理論ということになっています。 では、どの章から担当本試験問題が出題されているかと言いますと。とはい、画面見てください。はい、令和元年の本試験ですと、これ全ての章から問題が出されています。つまりやらなくていい章というのは基本的にはありません。 ただ、問題数が多く出されている分野がありまして、それがこう丸で囲っているところなんですけど、下のところ総論第5章7章各論第1章、第3章で全体の6割ぐらいの問題が出されています。なので、まあメリハリとしましては、特に総論、第5章、7章各論第1章、第3章が重要となってきます。特にこの4つの章についてはですね。意識をして学習を進めていく必要があります。 はい、ちょっと前置き長くなりましたねでは中身の方入っていきますではお手元合格基礎テキストですね合格基礎テキスト準備してくださいでページめくっていただきましてですね目次等々飛ばしていただきましてでは1ページ目ですね1ページ目開いてください目次等々飛ばしていただきまして1ページ目開いてください はい、よろしいでしょうかでは、1ページ目ですね、まずは総論第1章、不動産の鑑定評価に関する基本的考察ですね、鑑定評価をおける基本的な考え方を総論第一章で学んでいきます。では、下の文章、本書で学習することという文章のところを見てください。で、本文、えー、第1章で学習することは、不動産の鑑定評価に関して最も基本的なものです、まあ、ベーシックなものとなっています。 この章は第2章以降を理解する上での重要な前提となり不動産鑑定評価基準を体系的に理解する鍵となりますとなっています。えー、総論第1章というのは総論の中の総論と呼ばれるような章でして2章以降の具体的な概念の理論的根拠、まあ理解する鍵が示されている章ということになっています。 で続きの文章ただしからただしこの章は抽象的な記述が多く基準の中でも難解な章となっていますそうなんですねいきなり一章からちょっと難しいんです、えー、これ理論的根拠は抽象論なのでちょっとね文章が難しい内容になっていますで最終段落 第2章から第9章の学習を一通り終わらせてからもう一度確認するようにしましょう。えー、と2章以降の具体的な概念を学んだ時に必ず理論的根拠として1章に戻ってきます。戻ってきた時にあ確かにそういうことをやったなと思い出せる程度に抑えていくのが1章の到達点ということになっています。で下、えー、黒帯のタイトルで担当式の本試験の取材数が示されています。 えー、一番新しいので令和元年の本試験問数ね、まあ、一応第1章は 2, の2問ほど出てるんですけど、えー、っと令和2年の本試験における出、ね、題数は、えー、っと担当総まとめ講座のテキストの方に、ね、掲載しますのでそちらでね問数の方は確認するようにしてください、はい、では中身入っていきます2ページ進んでください はい、テキスト2ページ進んでください。不動産の鑑定評価に関する基本的考察です、す初めにこの章で学べき内容が全文的な形で6行ほどで示されているんですが、これいきなりなんですけど、この全文の6行は試験対策としては不要ということになっています。こちらはね、試験対策としてはですね、いきなり飛ばしていいところになっています。はい、で、大章なんですけど、4つの説から成り立っています。 第1章というのはですね、第1節から第4節、4つの節から成り立っています。で、第1節は2ページ真ん中あたりですね、不動産とその価格について学んでいきます。要は、鑑定評価の客体であります、不動産ってどういった概念なの、不動産の価格ってどういった概念なの、学んでいくのが第1節、不動産とその価格ということになっています。で、続いて5ページ移っていただきまして、5ページ。5ページ。 一番上第2節不動産ととそのの価格の特徴とあります第二節においては今度はじゃあ不動産ってどんな特徴があるの不動産の価格ってどんな特徴があるのということを学んでいくのが第2節ということになっていますで続いて12ページまで進んでいただきまして12ページ12ページ一番上第3節不動産の鑑定評価 行為そのもの不動産の鑑定評価の意義について学んでいくのが第三節ということになっています。で最後の節第四節が十四ページ。はい十四ページ第四節不動産鑑定士の責務です。行為主体であります我々不動産鑑定士に課せられている責任義務責務は何なのかということを学んでいくのが第四節ということになってきます。 はいじゃあ第1節からもう一度確認していきましょう2ページ戻ってくださいはい2ページですね、第1節、不動産とその価格でまずは不動産の概念について学んでいきます、えー、と不動産のあり方という概念を学んでいきますでは実践の枠なのか基準を確認していきます基準 えー、不動産は通常土地とその定着物をいう土地はその持つ有用性のゆえに全ての国民の生活と活動とにかくことのできない基盤であるそしてこの土地を我々人間が各般の目的のためにどのように利用しているかという土地と人間との関係は不動産の在り方すなわち不動産がどのように構成されどのように貢献しているかということに具体的に表れるとなっています。 これから担当対策として重要なフレーズについてはですね、マーカーをしていきます。はい、四行目、不動産のあり方というところマークをしてください。四行目、不動産のあり方というところマークをしてください。重要なフレーズについてですね、マーカーをしていきます。四行目、不動産のあり方、マークをしてください。はい、じゃあ冒頭からもう一度確認していきます。 不動産は通常土地と建物等々に代表される定着物から成り立っています。皆さんがイメージする不動産もこの定義通りだと思います。で続き土地はその持つ有用性。有用性というのは役立つ性質ということです。 例えば土地の上に建物を建てることができる土地を使って農作物を育てることができるそういった役立つ性質有用性を持つがゆえに全ての国民と生活国民の生活と活動とに欠くことのなくないベースとなるものが不動産なんだということです。でそして、まあ、この土地を我々人間がさまざまな目的のためにどう利用してるかという土地と人間との関係は 不動産のあり方、言い方を変えれば、不動産がどのように構成され、どのように貢献するかということに具体的に現れるかということになっています。えっ、ー、と、不動産のあり方というのは、簡単な表現で言えば、皆さんが目にする街並みのことです。不動産のあり方というのは、まあ、簡単に言えば、皆さんが目にする街並みです。街並みを見れば、土地と人間との関係、不動産がどう構成され、どのように貢献するか把握することができるということになっています。 つまりは例えば戸建て住宅がうあるとししまょ建住宅が立ち並ぶ住宅街そういった町並,並,並みを見れば土地の上に戸建て住宅が建てられるという形で不動産が構成され戸建て住宅は人に対して住む場所を提供するという形で貢献しているんですね。 町並み、戸建て住宅が建ち並ぶ住宅街、そういった町並みを見れば土地と人間との関係不動産がどう構成されどのように貢献しているか把握することができるこれが不動産の在り方という概念ですね簡単な説明、ね、表現で言えば皆さんが目にする町並みということになっています。はい、で続きの文章ですね。第二 その不動産の在り方は自然的社会的経済的び行政的な要因の相互作用によって決定されるとともに経済活動の本質を決定づけているとなっています不動産の在り方は街並みはま自然的要因山間部なのか平野なのかによってやっぱ街並みというのは変わってきますよね。あとは例えば行政的要因。 さまざまな法律の規制がありましてその法律の規制以下によってもやっぱり街並みというのは変わっていきます不動産のあり方町並みというのは多面的な要因が相互に作用することによって決定されるとともに不動産のあり方というのは不動産の経済価値の本質言い方を変えれば不動産の価格を決定づけるんだということになってきます不動産のあり方町並みが不動産の価格を決定するんだということです。つまりは同じ 規模形の土地があるとしてその同じ規模形の土地が、えー、都心の高級住宅街にある場合と地方の田んぼの中にある場合でじゃあ価値が同じかというとこれ違ってくるというのは分かりますよねちなみにつ,つまり不動産の在り方街並みというのが、えー、不動産の経済価値の本質ですね価格を決定するんだというのが今読んだ内容の中身ということになっていますで、続きの文章最終2行ですね一方から見てください 一方、この不動産の在り方は、その不動産の経済価値を具体的に表している価格を選択の主要な指標として決定されているとなっています。えー、と不動産の在り方、街並みというのは、不動産の経済価値を具体的に表している価格、不動産の価格を主要なメインの指標判断基準として決定されるんだ。つまり不動産の価格というのは、メインの判断基準として不動産の在り方、街並みに影響を与えるんだということになっています。 つまりはこういった関係です。はい、画面見てください。 えと多面的な要因が相互に作用することによって不動産の在り方街並みを形成しで不動産の在り方街並みが不動産の経済価値の本質要は不動産の価格を決定するとともに不動産の価格が選択指標として不動産の在り方街並みにも影響を与えるこれはお互いに影響を与え合う二面性の関係が在り方と価格には認められるんだということです例えばこんな場面です。 例えば高級住宅街にある土地の価格は高くなりこれ不動産の在り方町並みが不動産の経済価値の本質価格を決定するとともに一方高い土地を購入した人は価格に見合った高級住宅を建築する価格が選択しようとして町並み不動産の在り方に影響するんだってことだしやっぱりそれなりの高い金額を出した人はそれなりの使い方をするでしょってことですつまり価格というのが。 土地の使い方、要は、え街、ー、並み不動産のあり方にですね、影響を与えるんだ。お互い影響を与えう、こう二面性の関係が。あり方、街並みと価格には認められるんだということになっています。はい、まずは不動産の、このあり方という概念です。 まあざっくりと言えば町並みです街並みあり方を見れば土地と人間との関係です不動産がどう構成されどのように貢献しているか把握することができる。でこの不動産のあり方町並みは多面的な要因が相互に作用することによって決定するとともに決定されるとともに不動産の価格を決定する。ただ一方で不動産のあり方町並みは価格,に価格からの影響をも受けるねお互い影響を与える二面性の関係が認められるんだというのが不動産のあり方という概念ということになっています。 はい、では続いてこの不動産の価格概念を確認していきます。3ページ移ってください。はい、三ページ不動産の価格概念を確認していきます。ではあの中は基準不動産の価格は一般に（括弧 1） その不動産に対して我々が認める供用括弧 2） その不動産の相対的調整（括弧 3） その不動産に対する有効需要の3者の相関結合によって生ずる不動産の経済価値を 計を持っってて表示したものであるとなっています、はい、まずは上から5行目ぐらいですね、3社というところをマークをしてください。不動産の価格というのは、一般に3社の相関結合ですね、3社がお互い影響を与えて結合することによって生まれた不動産の経済価値をいくらいくらという金額、貨幣額を持って表示したものなんだということになっています。 じゃあ3者って何ならと言いますとではね合わせてマークをしてください2行目から紅葉3行目相対的調整4行目有効需要をマークしてくださいこれ3者です3者というのは紅葉相対的調整有効需要となっていますじゃあ3者具体的にはと言いますとはいじゃ下の説明文見てください 第一ユニットで、えー、と鑑定理論の学習内容というのは基準類事項について理解を伴わせてで、ね、記をしていくとお話ししました理解を伴わせるというのはこういった説明文について理解していくというのがこう理解を伴わせるということになっていますでは紅葉のところから見てください紅葉その不動産が有用性を持っており我々人間の働きかけにより日常生活や経済活動に役立つことを言います ではアンダーラインかなんかですねマークを押してください。役立つというところをマークを押してください。2行目最後。役立つというところをマークを押してください。雇用というのは一言で言えば役立つことです。役立たないものにお金は出しませんよね。役立つからこそ価値が認められて、ね、価格が形成されるんだということです。雇用というのは役立つという意味です。続いて相対的調整です。本文。 我々人間の欲求との関係において存在量が相対的に有限であり手に入れるためには対価が必要となることになっていますはいマークはしてください、えー、2行目有限というところを少し飛ばして対価が必要というところをマークをしてください有限対価が必要マークをしてください相対的焦点というのはですね簡潔ならば有限で対価が必要だということです 例えば土地日本にですね土地はね数限りなくあると思うんですけど例えば、えー、ブランドショップを出店したいそういった欲求との関係で捉えていくとねブランドショップを出店したいそういった欲求との関係で捉えていくとブランドショップを出店できる土地というのはやっぱり限りがありますね有限です有限だからこそ、ね、お金を払って手に,入れ手に入れようとするってことです無限にあるものに対してはお金払えませんよね有限だからこそ大価が必要ということになっています続いて有効需要です有効需要本文 購入資金を持った飼い主が市場に存在することを意味しています、はい、購入資金を持ったいい主というところをマークをしてください。購入資金を持った飼い主というところをマークをしてください。単なる需要じゃなくて有効需要です。つまり購入資金ですね。資金の裏付けがある飼い主というのが有効需要ということです。単なる桜ではダメでお金を持った飼い主が必要なんだということになっています。 要は3社というのは役立つからこそ有限で対価が必要でそれに対してお金を出してくれる飼い主がいるからこそ不動産の価格というのは形成されるんだという意味になっています。でこういった説明文のところはこうやってアンダーラインを引いたキーワードを中心に理解するということです。なので、例えば、 公用の説明として相対的相数の文章が続いたときに誤りだったと判断できるようにこうキーワードを中心にそれぞれの概念についてこ理解をするというのが重要になってきます。はい、で上の基準戻っていただきましてじゃ続きの基準確認していきます。下から三行目そしてから見てください。そしてから、そしてこの不動産の経済価値は基本的にはこれら三者を動かす自然的社会的経済的行政的な要因の相互作用によって決定されるとなっています。 不動産の経済価値や不動産の価格というのは、3者を動かす多面的な要因が相互に作用することによって決まってくるんだということになります。まあ、要因サイドからすると、多面的な要因が3者を通じて不動産の経済価値価格を形成するんだということになっています。で、この要因と価格の関係がありまして、で、4ページ進んでください。 4ページ、不動産の価格の二面性と書かれているところを見てください。では基準、不動産の価格とこれらの要因との関係は、不動産の価格がこれらの要因の影響のもとにあると同時に、選択指標としてこれらの要因に影響を与えるという二面性を持つものであるとなっています。はい、3行目、二面性というところをマークをしてください。二面性、マークをしてください。 価格と要因との間にはお互い影響を与え合う二面性の関係が認められるんだということになっています。はい、下の図の図ところ,を見,てののところを見てください。それから多面的な要因が3社を通じて不動産の経済価値価格を形成する要因の影響下に価格があると同時に価格が選択指標として要因に影響を与える。 お互い影響与え合うですね。一方通行の関係じゃなくて、お互い影響与え合う二面性の関係が、要因と価格には認められるんだ、ということになっています。具体的に、その例えばという文章のところを見てください。例えば、不動産の取引に関する規制が緩和されると、これ行政的要因です。 一般に不動産取引が増加し不動産の価格は上昇する、まあ、価格が要因の営業下にあると同時に続きの文章不動産の価格があまりにも急騰してしまった場合不動産の取引に関する規制を強化する政策が取られる価格がまあ行政的要因に影響を与えをね与えるお互い影響を与えよう二面性の関係が認められるということになってきますこれ間違いなし簡単です 要因は価格に対して影響を与えるが、価格が要因に対して影響を与えることはないとかね、そういった一方通行の関係で問題が出された場合には、誤りなしということになってきます。はい、特に三者ですね、不動産の価格を構成する三者ですね、公用相対的調整有効上ですね、イメージ持てるように、三者ですね、公用相対的調整有効上ですね、キーワードを中心ですね、どういった概念なのかイメージ持てるようにしておいてください。 はい、では続いて第2節移っていきます5ページ進んでくださいはい5ページ第2節不動産とその価格の特徴を学んでいきます不動産ってどんな特徴があるの不動産の価格ってどんな特徴があるのを学んでいきますまずは不動産の特徴をね学んでいくんですけど不動産の特徴を理解する前提として横見出しコメントのところを見てください横見出しコメントのところを見てください 不動産の特性・特徴を理解するには、不動産を構成する基本的要素である土地の特性を理解する必要があります。先ほど、初めの文章で、2ページ、不動産は通常土地とその定着物を言うと確認しました。 土地というのが不動産を構成する基本的な要素となっています。なので不動産の特徴特性を理解するためにはこの基本的な要素であります土地の特性を理解する必要があります。でその土地の特性が5ページこの黒帯のタイトル自然的特性人文的特性ということになっています。ではそれぞれの特性を確認していきます。では枠の中基準では4行目括弧1というところから見てください。 5ページ枠の中基準4行目「1」というところから見てください。「1」自然的特性として地理的位置の固定性不動性「非移動性永続性」「不変性」「不動性」「個別性」「非同質性」「非代替性」替性等「投与し固定的だって後続的である」「2」「人文的特性として用途の多様性」「用途の競合転加比併存の可能性併合比分割の可能性」「社会的比経済的位置の可変性等」「投与し可変的だって伸縮的である」となっています。 はい、では重要なワーーードははマーカーしていきますでは4行目まずね自然的特性というところマークをしていただいてで1行空けて固定的硬直的合わせてマークをしてください自然的特性で合わせて固定的硬直的マークをしてくださいで対比的に色を描いてだいて括弧に人文的特性というところとで1行空けていただいて可変的伸縮的というところをマークをしてください 人文的特性で一分けて的伸縮的え色を変えていただいて対比的にマークをするようにしてくださいでは土地については固定的で硬直的な自然的特性と可変的で伸縮的な人文的特性ですね相矛盾する、ね、2つの特性を土地は有しているんだということになっていますで今読んだ基準のところなんですけど括弧書きの表現が出てきましたね えっと個別性非同質性非代替性とかこういった括弧書きのところですね鑑定理論においては重要な概念について括弧書きで説明されることが多々ありますつまりこ書きの部分も重要だとということですなので特に論文対策として暗記を進めていく場合には括弧書きのところも省略せずに暗記をする必要があります。 格書きのところも重要なんだってことですね暗記をする際には省略せずに暗記をしていく必要がありますはいじゃあ具体的に自然的特性としてはまあ5つですね人文的特性としては3つ具体例が出てきてますのでそれぞれについて確認をしていきますはいじゃあ下の説明文を映ってください下説明文を映ってくださいまずは自然的特性自然的特性というのはそもそもどういった特性かといいますとタイトルの脇 土地そのものが有する本来的特性が自然的特性です、まあ、人で例えるならば、えー、と生まれ持った遺伝的なまあ、性格みたいなものがこの自然的特性ということになっていますで、丸 ① 地理的位置の固定性不動性非移動性です本文土地の地理的位置は固定しておりそうですよね それぞれの土地、例えば北緯南東京南東という形で位置は固定しています。ここ地理的の固定性です。で続き、個々の土地を他の場所へ移動することは不可能だる。東京の土地を九州に持ち帰るなんてことはできませんよね。だからこそ不動産というわけですね。それが不動性ですね。非移動性ということになっています。続いて ②、丸に永続性不変性です。本で土地は使用しても消耗し、枯渇することはなく、朽ちることもないんだということになってきます。対比的に 建物というのは使い続けると経年劣化、えー、すり減って最終的には壊れてしまいますよね一方土地というのは例えば崖崩れとかそういったねイレギュラーのこともあるんですけど基本的には土地は使用しても消耗をかますし今、ね、朽ちることも壊れることもないんだそれが永続性不変性ということになっていますでは続いて6ページ移ってくださいはいマル三不像性です不造性本文 日本の国土面積や埋め立て等により多少の変化は考えられるものの全体量として大きく増減することはないとなっています。えー、と短期的に例えばこういった一般の材フリクションマーカーマーカーありますよね、えー、例えばこう人気が出てきた場合にはこの一般の材は例えば、ね、フリクションマーカーは、えー、増産体制を整えて生産を増やすことができるわけですよね。 一方、例えば、えー、土地、田園調布の土地が人気が出てきました。じゃあ、田園調布の土地を簡単に増やすことができるかというと、基本的にはできないわけですよね。えー、なので、土地というのは不造性ですね、そういった自然的特性を有しているんだということになっています。では、続いて、丸4ですね、個別性、かっこ非同質性、非代替性です。本文 ここの土地は他の土地と区別されるべき性質を言う人より、えー、全く同一の土地というものは2つと存在しないんだということになっています。先ほどこう地理的質の固定性ってありますよね。それぞれの土地、北園など、統計などという形で,です、ね、位置が固定されています。つまり、土地というのは物理的な意味において、全く同質な代わりとなるものはないんだという性質が、こ個別性ですね。えー、自然的特性のうち個別性ということになっています。 でこの格好岳の中の,この非代替性ってありますよ、ね、ちょっとこちらちょっとマーカーしておいてください。ンダラインから中で非代替性ですね。えー、このフレーズがあの4章でまた、ね、これ関連が出てきますのでそこで思い出せるようにこの非代替性ですね、えー、物理的な意味において全く代わりになるものはないんだってことです。非代替性ってフレーズはです、ね、頭の片隅に置いておいてください。ま、た4章で、ね、関連が出てきます。 ではは下を移ってて、いただきまして今度は人文的特性です。人文的特性というのはどういった特性かと言いますとタイトルの脇人が働きかけをすることによって生まれてくる特性が自然的特性、まあ、人で例えるならば親の育て方による、ね、性格みたいなものが人文的特性ということになっています。 で、丸1、用途の多様性、用途の競合、転加、微平存の可能性です。本文、あえる土地について、用途が競合、えー、商業地、商業地と住宅地と、転換、えー、農地から宅地と、微平存、添付付きマンションとシールとなっています。やっぱ、単位的に、えー、こういったね、マーカーありますよね。一般の財。一般の財というのは、一物一用途です。えー、これ、基本的にマーカーするという用途だけしか考えられません。 一方土地というのは人が働きかけをすることによって同じ土地でも商業地と住宅地の使い方が競合したりあとはもともと農地だったんだけど人が働きかけをすることによって宅地に転換したりあとは1階コンビニ付きのマンションみたいな形で併存することもできるな。人が働きかけをすることによってさまざまな用途として使うことができるのがまあ用途の多様性ということになっています。で続いて ② 併合及び分割の可能性です本文土地は一旦区画されたとしても必要に応じて併合分割しているんだということになっています人が働きかけをすることによってこの間まで、ね 狭かった隣り合っていた狭かった土地を合わせて一つの広い土地にしたりもしくはなだっ広い土地で使い勝手がある方ので人が働きかけをすることによって路肩区画とかに分割して売っていくみたいに人が働きかけをすることによって不動産というのは、えー、併合したり分割したりすることができるんだというのが併合分割の可能性ということになっています。 続いて ③ です社会的部経済的位置の可変性です本文土地は周辺の環境条件の変化もなってその最適な用途等が変化するなど社会的部経済的位置は位置づけは変わり得るとなっていますこれ横見出しのコメント具体例の方が分かりやすいと思います横見出しコメントの具体例見てください社会的部経済的位置の可変性の例としては郊外に大型ショッピングセンターが開店したことに駅前商店街が衰退することが挙げられます 人が働かくすることによって郊外に大型ショッピングセンターを作ったことによって駅前商店街がシャッター通りになってしまうということです。もともと地域の中心で価格水準も高かった駅前商店街が、ね、郊外に大型ショッピングセンターができたことによって駅ね中心,から中心でなくなってしまって価格水準も下がってしまうということですね土地というのは人が働かくすることによって社会的経済的地は変わり得るというのが社会的経済的地の可変性ということになっています。 それぞれまあどういった特性なのかイメージを持たればまずは十分ということになっています。はい、じゃあ5ページ基準の続きがあります。5ページ戻ってください。はい、基準最終4行を見てください。5ページ基準最終4行見てください。 不動産はこの土地の持つ所得性に称する特定の自然的条件及人文的条件を予見として利用されその社会的経済的な有用性を発揮するモデルそしてこれらの諸条件の変化に伴ってその利用形態並びにその社会的経済的な有用性は変化するとなっています。今まで特、ね「特性」って自然的人文的特性」というものを学んできたんですけど今の文章の中で「 自然的・人物的な条件というのが出てきました条件というのは横目指し言葉の意味のところ条件とは土地の特性が不動産に作用して個別具体的に表現された状態を意味しています特性というのが抽象論でそれが個別具体的にそれぞれの不動産に現れたものが条件というんだということになっています踏まえてもう一度文章のところ 不動産は土地の持つ自然的人文的特性に小対応する特定の自然的人文的条件を要件前提として利用されることによってその社会的経済的な有用性要は経済価値を発揮するんだ、まあ、価格が形成されるんだということですそしてこれら諸条件の変化に伴って、まあ、前提とする条件が変化することによってその利用形態だったり社会的経済的な有用性要は経済価値は変化するんだとの内容になっています 土地の自然的人文的特性ですねこしっかりと理解をしておいてください、はい、じゃあここで一旦切っておきます、はい、以上をもちまして第2エルトコギの方を終了いたします、はい、では第3エルトコギの進めていきましょうでテキスト6ページ開いてください はい。えー、でも不動産の特徴で、まずは土地の特性、自然的、人文的特性一通り確認しましたので、続いて不動産の特徴として、6ページした不動産の地域性というものを学んでいきます。はい、6ページした不動産の地域性というところを見てください。では、この中、基準。 不動産はまたその自然的条件及び人文的条件の全部または一部を共通にすることによって他の不動産とともにある地域を構成しその地域の構成分子としてその地域との間に依存保管等の関係におよびその地域内の他の構成分子である不動産との間に共同代替競争等の関係に立ちこれらの関係を通じてその社会的に経済的な有用性を発揮するものである不動産の地域性となっています。えー、っと まずは7ページ横見出しですね。上のコメント見てください。はい、7ページ上のコメントのところを見てください。えー、不動産は他の不動産と無関係に独立して存在するというものではないんだということです。つまり不動産というのは一匹狼的に価格が形成されるんじゃなくて、横の図のところ。同じような使われ方をする不動産同士が集まって一定の地域を構成して、その地域との間にまずは依存保管ですね。 ま、時には助け合い、時にはサポートし合ってですね。さらには、地域内の他の不動産との間に、共同代替競争ですね。時には協力し合い、時にはライバル関係に立って、こういった環境を通じて、不動産の価格というのは形成されるんだということになってきます。不動産の価格というのは、地域との関わり合いの中で価格が決まってくるんだ。というのが、不動産の地域性ということになっています。なので、えー、もう少し簡単な表現で、不動産の地域性、 では6ページ、黒帯のタイトルの涼しね少しだけスペースがあると思うので、ここにメモ書きしていきます。不動産の地域性というのは、簡潔に言うならば、えー、不動産は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 、地域の、地域の、特性、地域の特性。 の影響を受けて影響を受けて受けて価格が価格が決まるというね決まる。 というのが不動産の地域性ということです不動産の地域性というのを簡潔に言うならば不動産は地域の特性の影響を受けて価格が決まるそういった特性ということになってきます不動産の価格というのは一匹狼的に決まってくるんじゃなくて不動産は地域との関わりの中で要は不動産は地域の特性の影響を受けて価格が決まるこれが不動産の地域性ということになっています で不動産の特徴というのはじゃあそういった特徴があるならでは終わりじゃなくてそういった特徴を踏まえてでは評価にあたってどういった点に注意していかなきゃならないのかと結論まで考えていく必要がありますでは考えていきましょう、えー、皆さん不動産鑑定士の立場に立っていただいて不動産の地域性不動産は地域の特性の影響を受けて価格が決まってきますであるならば皆さん不動産鑑定士で不動産の適正な価格を求める場合にはどういった作業が必要になってくると思いますかね この不動産の地域性を踏まえて不動産は地域の特性の影響を受けて価格が決まってきますこういった特性を踏まえて皆さん不動産関係者ならば不動産の適正な価格を求めるためにはどういった作業が必要になってくると思いますかねどうでしょうか それは適正な価格を求めるためにはそもそも対象となる不動産がどういった地域に損していてその地域はどういった特性を有していてその地域の特性は対象不動産にどういった影響を与えるのかということをしっかりと分析していく必要がありますこれ6章で地域分析というのを学びますその内容ということになってきますつまり6章の地域分析の理論的根拠がこの不動産の地域性ということになっています 不動産は地域の特性の影響を受けて価格が決まってきます。 なので不動産鑑定士は適正な価格を求めるためにはそもそも対象となる不動産がどういった地域に損していてその地域はどういった特性を有していてその地域の特性は不動産の価格にどういった影響を与えるのか分析する必要があるこれが地域分析6章で学びいます6章で学んだ時に必ずこの、ね、不動産の地域性戻ってきますので戻ってきた時に不動産の地域性ってどういった特性なのか不動産の地域性というのは不動産の価格は、ね、地域の特性に向けて決まってくるんだということを、ね、思い出せるようにしておくというのが一、まあ、章の復習ということになっています。 はい。じゃあ、不動産の価格に影響を与える地域の特性にはどういったものが考えられるのかってことです。それが7ページ地域の特性というところを見てください。不動産の価格に影響を与える地域の特性について確認をしていきます。では、7ページ基準。 このような地域にはその規模構成の内容機能等に従って各種のものが認められるがそのいずれもが不動産の集合という意味において個別の不動産の場合と同様に特定の自然的条件及び人物的条件との関係を前提とする利用のあり方の同一性を基準として理解されるものだって他の地域と区別されるべき特性をそれぞれ有するとと,ともに他の地域との間に相互関係に立ちこの相互関係を通じてその社会的微経済的位置を占めるものである地域の特性となっています。 不動産が他の不動産と共に構成する地域には、その規模、規模の大小、構成の内容。例えば、店舗事務所メインなのか、えー、小建て住宅、マンションメインなのか、それ構成の内容。あと、機能。例えば、ベッドタウンとしての機能なのか、首都機能なのか、ね、そういった様々な観点から各種のものが認められて、そのいずれもが、個別の不動産がそれぞれ個性があると同様に、 不動産の集合という形で捉えるならまつまり利用の在り方の同一性同じような使われ方をしている不動産同士の集合体という形で捉えるならば他の地域と区別されるべき特性というのがそれぞれの地域ごとに認められてその 相互関係を通じて要はそれぞれの地域の地域の特性の違いを通じてそれぞれの地域の社会的経済的位置、まあ、価格水準が違ってくるんだというのが地域の特性ということになっています、えー、と8ページ上の図のところを見てください8ページ上の図のところを見てください A、B、C3 つの地域があります。A 地域は駅前の商店街です。B 地域は少し駅から離れた郊外の戸建て住宅が立ち並ぶ住宅街です。一方、C 地域は事務所ビルが立ち並ぶ駅前の地域です。それぞれ地域の特性が認められますよね。でこういった地域の特性投資を比較すると、一般的にはえと駅前の商店街だったり、駅に近い事務所ビルが立ち並ぶ地域よりも、ちょっと郊外の戸建て住宅の地域の方が価格水準がこう低くなるとかですね。そういった 特性の違いからの価格水準の違いを把握することができるというのがま地域の特性ということになっていますで、この不動産が属する地域で地域の特性には様々なものが考えられますねでは7ページ戻っていただきましてはい下の説明文のところを見てください7ページ下説明文のところを見てくださいで本文 地域は特定の自然的条件部、人文的条件の全部または一部を共通にすることによって成り立っており、自然的条件を共通にして構成される武蔵野大地、最上川流域等といった地域や行政に区画される東京都を8ページ。 大阪府等の地域は考えられるまた日常生活品の小売店舗を中心として構成される○○駅前商店街といった地域等も考えられるこのように地域を種別して分別して認識する場合その把握の観点の違いによって地域には種々のものが考えられ一般に不動産は異なった観点から把握される地域に重なって属しているんだということになりますはい最終2行ほどマークをしてください 一般に不動産は異なった観点から把握される地域に重なって属しているというところのマークをしてください不動産というのはさまざまな観点から捉えらる地域に重なって属しているのが通常なんだということになってきます。例えば、 私、今これ収録しているのは、東京23区中野区内のこう、ねえー、レック本社ビルで収録しています。じゃこのレック本社ビル、どういった観点から地域に属しているかというと、じゃあ自然的条件という観点からすると、えー、例えば関東平野に属していますで行政区画という。行政区画という観点からすると、レック本社ビルは東京23区、まあ、中野区に損しています。あと、交通体系という観点から地域を捉えると、えー 東京は東西にこ中央線というのが走ってるんですけど、これ中央線、沿線沿いに相談しています。このように異なる観点から地域に重なって属しているのがまあ、不動産通常なんだというのがまあ、アンダーラインで引いた内容ということになっています。間違いなし簡単です。不動産はただ一つの地域に属しているのが通常だみたいな誤りなしということになっています。はい、では続いて今度は不動産の。 価格の特徴を確認していきます。全部で4つあります。いずれも重要な不動産の価格の特徴ということになっています。じゃ、8ページ一番下かっこ1というところを見てください。価格の特徴の1番から確認していきます。はい、かっこ1見てください。はい、では基準のところですね。かっこ1見てください。かっこ1。 不動産の経済価値は一般に交換の対価である価格として表示されるとともにその擁益の対価である賃料として表示されるとなっています不動産の経済価値は一般に交換要は売買手に入れることの対価であります価格として表示されるとともに擁益これ使用収益の略です要は借りることの対価である賃料として表示されるんだということになってきます不動産の経済価値は 交換売買を手に入れることの対価である、ね、価格とともに使用収益要は借りることの対価である賃料としても表示されるんだということになっていますでこの価格と賃料との間には根本的な違いがありまして9ページ上の説明文のところを見てください、はい、9ページ上の説明文のところを見てくださいまずは価格から本文 不動産の価格は不動産が存続する全期間にわたって不動産を使用収益することができることを基礎として生じる経済価値を家計学で表示したものであるとなっています。はい、1行目全期間というところのマークをしてください。全期間マークをしてください。全期間マークをしてください。 価格というのは、まあ、交換売買手に入れることの大が手に入れたらば一生も自分のものとして使用収益することができるわけですつまり価格というのは不動産が存続する全期間にわたっての価値概念が不動産の価格なんだということになってきますで対比的に排した賃料のところを見てください 不動産の賃料は上期全期間のうち一部の期間において賃貸借契約等にもつき不動産を使用収益することができることを基礎と生じる経済課長課計額で表示したものを主体とするものなんだということになっていますはい、1行目一部の期間というところをマークをしてください一部の期間マークをしてください 皆さんアパートマンション借りてこう月額の賃料とか払っていたりすると思うんですけどそれは1ヶ月間ですね、借りる使用収益することの対価として払っている賃料ですねつまり賃料というのは不動産が存続する全期間のうち一部の期間1ヶ月等と一部の期間に対応した価値概念が賃料なんだということになってきます。 価格と賃料の根本的な違いは、前提とする期間概念が、全期間と一部の期間で異なっている。これ根本的な違いです。なので、ちょっと横見出しのところに、その違いをメモしておきましょう。価格と賃料の根本的な違いは、期、え、間、ー、期間、概念、期間概念が異なる。 というのが根本的な違いです。メモしといてください。価格と賃料の根本的な違いはですね。全期間と一部の期間、期間概念が異なるというのが根本的な違いということになっています。しっかりこうメモしといてください。これ、様々なところで理論的根拠となってきます。価格と賃料の根本的な違いで、期間概念の違い全期間一部の期間、これが様々な議論のね。理論的根拠になりますので。 私、この講義の中でですね価格と賃料の違いの根本的な違いは何ですかって聞いたときにすぐに全期間と一部の期間、期間概念が違うんだということを思い出すのこれ非常に重要な、ね、違いですのでもう期間概念が違うんだということで、ね、しっかりと押さえておいてください。で、この価格と賃料との間には一定の関係が認められます。8ページ、また基準のところを戻っていただきまして、8ページ、基準。では続きの文章、2行目最後、そしてから見てください。そしてから。 そして、この価格と賃料との間には、いわゆる元本と果実との間に認められる。相関関係を認めることができるとなっています。はい、マーカーしてください。下から二行目。元本と果実との、で、少し飛ばして、相関関係というところマークをしてください。元本と果実との相関関係というところをマークをしてください。価格と賃料との間には、元本とや利子のようなものです。 元本と利息、果実との間の相関関係を認めることができるんだということになります。つまりは、えっ、ー、と九ページ真ん中のこの時系列的な図のところを見てください。九ページ真ん中ちょっとでこの時系列的な図のところを見てください。つまり全期間に対応した元本である価格が上昇した場合には、その一部であります果実に対応した賃料も上昇するでしょうということです。 逆に一部の期間に対応した果実であります賃料が下がったということはその大元でありますが全期間に対応した元本である価格も下がるということでしょということです。要は一方が増えれば他方も増えるもしくは一方が減れば他方も減るそういった関係のことを元本果実との相関関係なので分かりやすく8ページ。この相関関係の前に 繊のって言葉をです、ね、挿入しておいてください元本果実との性の相関関係ですね一方が増えれば他方も増えるもしくは一方が減れば他方も減るそういった性の相関関係が価格と賃料との間には認められるんだということになってきます価格と賃料との間には元本と果実との間の性の相関関係を認めることができるということになってきますではこういった価格の特徴を踏まえてそれで終わりじゃなくてじゃあどういったね 結論につながっていくのかってことこです科学と賃料との間には元本果実との性の相関関係が認められるのでそういった相関関係を踏まえてってことは しっかりと価格を求められれば、この相関環境を使って、一部である賃料を求めることができるんじゃないか、逆に一部である賃料を適正に把握できたならば、そのこ,うそのこの相関環境を使って、大元である価格を求めることができるんじゃないかって結論につながってきます。それが、えー、と9ページ、この時系列の,図の下のところの図を見てください。はい、9ページ、真ん中、下の方の図ですね。 この元本・果実の相関関係に着目して賃料から相関関係にもついて価格を求めたり逆に大元であるです、ね、元本である価格からこの相関関係を使って果実であります賃料を求めたり価格賃料を求める手法というものがあります7章で価格賃料を求めるやり方手法というものを学びます。で 価格賃料を求める手法の中でこの元本果実の相関関係に着目して賃料から価格を求めたり価格,は価格から賃料を求めたりする手法があります具体的なは収益還元法、積算法、利回り法というですが具体的な名称はいいのでとにかく こここれらの手法を学んだきにに必ずここに戻ってきます8ページ9ページの価格の特徴の1番元本果実の相関関係戻ってきますので今押さえてほしいのは7章で学ぶです、ね、価格賃料を求める手法の中に元本果実の相関関係に着目して賃料から価格を求めたり 価格から賃料を求め,求めたりする賞があるんだってことを覚えておいてください必ず戻っ,戻ってきた時にあそういえば1回目の講義で何か元本かつの相関関係に着目して価格賃料を求める賞があるんだなってやってたなと思い出せるようにはしといてくださいここれ価格のの特徴の1番とということになってきますでは続いて価格の特徴の2番目10ページ進んでください はい、10ページ価格の特徴の2番確認していきますでは基準括弧二2というところを見てください括弧コ不動産の価格または賃料はその不動産に関する所有権賃借権等の権利の対価または経済的利益の対価でありでまずここまでです不動産の価格賃料というのは権利または利益の対価なんだということです 権利というのは法的な裏付けがあるもので利益というのは権利までは高められていないが取引価値のあるものですただ何が権利で何が利益なんてものは聞かれませんのでもう一言不動産の価格賃料というのは権利利益の対価なんだということになってきますで重要なのは後半ですでは2行目またがっから見てください また二つ以上の権利利益が同一の不動産の上に損する場合にはそれぞれの権利利益についてその価格バターチン料が形成され売るとなっていますはい、最後売るというところをマークをしてください売るという二文字ですねマークをしてください、えー、同一不動産上に二つ以上の権利利益が損する場合があってその場合にはそれぞれの権利利益について価格が形成 されるここととがありますよってことですよで逆に言うと必ず形成されるわけじゃないんだということを表しているのがこの「うる」という表現になっています。例えば 私が土地を持っていてこの土地を第三者に貸した場合には同一土地上に私の土地の所有権と第三者が借りている権利ですね2つの権利が同時に存することがありますこの場合にはそれぞれの権利について価格が形成されることがありますよということを述べているのが価格の特徴の2番ということになってきます間違いなし簡単です同一不動産上に2つ以上の権利利益が存する場合には必ずそれぞれについて価格が形成されるというのは誤りです 形成されることがありますよ売るというのが価格の特徴の2番ということになってきますではこういった特徴を踏まえてねこういった特徴があると終わりじゃなくて結論ですねでは皆さん鑑定したらばこういった特徴を踏まえて評価にあたってはどういった作業が必要になってくると思いますかね 不動産の価格賃料というのは権利利益の対価で、で同一不動産上の2つ以上の権利利益を損する場合には、それぞれについて価格が形成されることがありますよ。こういった価格の特徴の2番ですね踏まえて、皆さん鑑定士ならば評価にあたってどんな作業が必要になってくると思いますかね。どうでしょうか。この価格の特徴の2番を踏まえると、鑑定評価にあたっては、ではまずは、 対象となる不動産にどういった権利利益ががいてるるのかままず確認す必要ありす価格賃料というのは権利利益の対価なのでそもそも対象となる不動産対象となる不動産にどういった権利利益がついてるのかしっかり確認してで確認した結果同一不動産上に2つ以上の権利利益が損してる場合にはそもそもどちらが評価の対象となる権利なのか確認する必要があるというです、ね、そういった作業が必要になってきます。 不動産の価格賃料というのは権利利益の対価で同一不動産上に2つ以上の権利益を損する場合にはそれ,ぞれについて価格が形成されることがあるんだから評価のあたってはまずは対象なる不動産にどんな権利利益が損していてで複数の権利利益が損する場合にはどちらの権利利益が今回の評価対象なる権利なのかしっかりと確認する必要があるというです、ね、そういった作業が必要になってきます。これ8章で 対象動作の確認という作業がありますその理論的根拠はこの価格の特徴の2番ということになってきます8章で対象動作の確認と作業がありますその理論的根拠がこの価格の特徴の2番戻ってきた時に思い出せるように押さえておくというのが1章の復習ということになってきますでは続いて価格の特徴の3番ということになってきますはい下映ってくださいカッコ3というところを見てください価格の特徴の3番ですカッコ3では基準 不動産の属する地域は固定的なものでなくて常に拡大、縮小、集中、拡散、発展、衰退等の変化の過程にあるものであるから不動産の利用形態が最適なものであるかどうか仮に現在性的なものであっても時の景観ともなってこれを持続できるかどうかこれらは常に検討されなければならないしたがって不動産の角又賃料は通常過去と将来というにわたる長期的な航路のもとに形成する今日の角又賃料は昨日の展開で明日を反映するもので常に変化の過程にあるものであるとなっています えーちょっと長めの文章なんですけど価格の特徴の3番です先ほど不動産の地域性そういった特徴特性ありましたね不動産の地域性というのは不動産は地域の特性の影響を受けて価格が決定されますじゃあその不動産の属する地域というのは固定的なものかというと地域は固定的なものじゃなくて常に拡大縮小集中拡散発展して常に変化の過程になります でるならばそういった変化の過程にある地域の特性の影響を受けて不動産の価格というのもはいでは最終業マークをしてください常に変化の過程にあるこれが不動産の価格の特徴の三番ということになってきます最終業マークしてください常に変化の過程にあるこれが価格の特徴の三番ということになってきます地域の特性の影響を受けて不動産の価格は決まってくる であるならばそういった、ね、変化する地域の特性の受け影響を受けて不動産の価格も常に変化の過程にあるというのが価格のの特徴の3番とということになってきますではこういった特徴を踏まえて皆さん不動産鑑定士ならばどういった作業が必要になってきますかね結論。 地域が変変化化しててそのの影響を受けて価格も常にに過程になるこういった価格の特徴の3番を踏まえて皆さん不動産鑑定士ならば、えー、作業にあたってどういったねことが必要になってくると思いますかねそれは評価にあたってはもろもろの事柄について動態的に把握していく必要があるんだって結論につながっていきます。 地域が変化するその影響を受けて価格もですね常に変化するであるならば適正な価格を求めるためには鑑定評価からたっては諸々のことからについて動態的に把握していかなきゃならないこういった結論につながっていきますなので担当の問題でなんか現状のみを把握すればいいとか将来は重視しなくてもいいとかそういったニュアンスの足が出てきた場合にはそれは誤りの可能性が高いということになってきます かっこあるんすい将来の動向を踏まえて評価の立ってはさまざまな言葉についてですね動態的に把握していく必要があるんだとの結論にねつながってくるのがこの価格の特徴の3番ということになってきます。で今までの3つ「1」から「3」の「価格の特徴」はこう抽象的な価格についての特徴だったんですけど最後の4つ目は現実の価格の特徴ということになってきます。はいでは11ページ「4」をつってください4番目です。 これ現実の価格の特徴が示されています。では基準の中括号四というところを見てください。括号四 不動産の現実の取引価格等は取引等の必要に応じて個別的に形成されるのが通常であり、しかもそれは個別的な事情に左右されがちなものだって、このような取引価格等から不動産の適正な価格を見出すことは一般の人には非常に困難である。したがって不動産の適正な価格については、専門家としての不動産鑑定士の鑑定評価活動が必要となるものであるとなっています。えっ、ー、と、不動産の 現実の取引かく等々は市場で実際に成立した現実の取引かく等々というのは個別的な事情のもと個別的に形成されるんだということです。 つまりは、それぞれの取引ごとに、例えば相続税を払わなきゃならないので、売り急いで割り当てて取引するって場合もあれば、どうしても駅前の土地が欲しいので、多少割高でも構わないという形で割高で買いすんで買ってしまうとか、そういったさまざまな事情が含まれていることが多々あるんだってことは、つまりは、価格の特徴の4番、一言で言うならば、はい、その説明文の4行目、マークをしてください。 価格の特徴の4番一言で言うならば説明文4行目必ずしもその不動産の適正な価格を表しているとは限らないこれが価格の特徴の4番、まあ、現実の価格の特徴ということになってきます4行目マークをしてください必ずしもその不動産の適正な価格を表しているとは限らないマークをしてくださいこれ価格の特徴の4番、まあ、現実の価格の特徴ですね必ずしもその不動産の適正な価格を表しているとは限らない ということになってきますなのでこの価格の特徴の4番はですね結論まで示してくれてますねそういった必ずしも適正な価格を表しているとは限らないですね。現実の取り価格等々から誰しもが納得する適正な価格を素人であります一般の人が求めることができるかというとそれは困難なんだなので従って結論 不動産の適正な価格誰しもが納得する適切な価格については我々プロであります専門家の不動産鑑定士の鑑定評価というのが必要になってくるんだということになります価格の特徴の4番だけが結論までしっかりと示してくれています鑑定士の評価というのが必要なんだって、そういった結論に繋がってきます なので、例えば論文の問題で鑑定評価の必要性について述べなさいそんな論文問題が出たとするならばもうズバリこの価格の特徴の4番をしっかりと基準をですね回答用紙に記述すれば、ね、問いに対する答えになってくるということになります。 はい、以上価格の特徴の、ね、1から4つはいずれも重要です,ず要ですで必ず、ね、理論的根拠として2章以降具体的な概念を学んできた時に必ず戻って,て戻ってきた時にそれぞれの価格の特徴がどんな特徴なのか思い出せるようにしておくというのが、まあね、1章における、ね、重要なポイントということになってきますはいじゃあここで切っておきます、はい、以上もちまして第3エリート講義の方終了いたします はいでは最後、第4位列とここで進めていきましょう。ではテキスト12ページ開いてください,、はい。テキスト12ページ、第3節、不動産の鑑定評価ですね。行為そのもの、鑑定評価の様々な意義について学んでいきます。12ページ、第3節、不動産の鑑定評価というところを見てください。えっ、ー、と、長々とした基準があるんですけど、この中で様々な観点からの鑑定評価の意義が示されています。でそれを取り出したものが13ページ上の説明文、鑑定評価の意義というところを見てください。 全部で5つですねえー、と5つの観点からの観点評価に意義が示されています5番目は4章で学ぶべき意義なんですけどここでまとめてですね確認をしていきますはいでは1番目のですね丸1丸 ① の観点評価の意義はどういった観点からの観点評価の意義かと言いますとはいちょっとメモ書きしてください1番目はこれ形式論です形式という観点からの意義が丸 ① という形で示されています 1>, 1番目の鑑定評価の意義は形式論です形式という観点からの鑑定評価の意義が示されています形式論ということになってきますはいでは形式という観点からの鑑定評価ネですね確認をしていきまして丸一のところを見てください丸一不動産の鑑定評価はその対象である不動産の経済価値を判定しこれを可計額をもって表示することであるとなっていますこれ形式論としての鑑定評価の意義です 対象である不動産、えー、これ対対象象不不動動産産と言います対象不動産の経済価値を判定し、いくらいくらいという金額、家計額を持って表示することが鑑定評価なんだということになってきます。形式という観点からの意義です。なので、えーと、不動産の有効活用アドバイスするコンサルティングって業務がありますね。不動産の有効活用アドバイスするコンサルティング。これは 不動産の経済価値を貨幣額で表すですねそういった作業ではありませんのでこのコンサルティング業務は鑑定評価には含まれないということになってきますでは続いて2つ目の鑑定評価の意義です2つ目は役割という観点からの意義です役割です2つ目の鑑定評価の意義は役割という観点からの意義が示されています 丸に ② 二つ目の鑑定評価の意義は役割という観点からの意義が示されていますでは役割という観点から意義ですね確認していきますはい丸 ② 見てください丸 ② 不動産の鑑定評価はこの社会における一連の価格値上の中でその不動産の価格及び賃料がどのようなところに位するかを指摘することであるとなっていますこれ役割という観点からの鑑定評価の意義です 世の中には例えばお米1票いくら車1台いくらみたいに一連の価格秩序があります。その中での不動産の価格賃料の適正な位置づけを指摘するそういった役割を持っているのが鑑定評価なんだとの内容ということになってきますでこの役割という観点からの鑑定評価の意義と関連して、はい、下の「鑑定評価の社会的・公共的意義」というところを見てくださいこの2のね言い換えになっています、はい、じゃあ下の記事のそれは、 それはまたつまり鑑定評価はまたこの社会における一連の価格秩序の中で対象不動産の価格の占める適正なありどころを指摘することであるからその社会的公共的意義は極めて大きいと言わなければならないとなっています。世の中のの中中価格秩序の中で 不動産の価格の適正なありどころ、位置づけを指摘する。例えば、サラリーマンの年収の何倍ぐらいな形で位置づけを示すことが、えー、サラリーマン個人の幸福だったり、社会の成長、発展とかにも影響を与えますので、そういった位置づけを示す鑑定評価の社会的公共的意義は極めて大きいんだとの内容ということになってきます。これ役割ととといいいうう観点からつなながっっっててててくる鑑定評価の社会的的公共的意義ということにききまますすす続戻番目ですね丸さん丸さんは 重要です、えー。市場代行機能という観点からの鑑定評価の意義が示されています。市場代行機能をマークをしてください。丸三の鑑定評価の意義は市場代行機能という観点からの鑑定評価の意義が示されています。 えと鑑定評価というのは理想的な価格を求めるのが鑑定評価じゃなくて市場で実際にある価格を市場に成り代わって求めていくのが鑑定評価です。つまり鑑定評価というのは市場代行機能を有しています。でこの市場代行機能という観点からの鑑定評価の意義が「丸3で示されています。で「えー、この ○3」ピンクでマーカーしてあります。えー、と今後担当対策としても ままずはは暗記しししてててほいいいでですすね重要な表現についてはピンクでマーカーカきますこれ担当対策としてもやっぱね重要なので頑張って暗記をしてもらいたいという形で1章ですとここだけです、1章だけで一1章ですとここだけですので頑張ってえ暗記はですね担当対策と暗記はそれほどね意識する必要はないんですけどとはいってもえやっぱ担当対策としても重要なねフレーズについてはですね表現についてはね今後ねピンクでマーカーしていきます、それはねやっぱり優先的にですね暗記すべていくようにしてください。 1> 1章ここだけですのでこう3行ほどの鑑定評価の意義ですね頑張って暗記していくようにしてください。あの50回ぐらいですねこう口に声に出して言えばねなんとか覚えられると思いますのでですね頑張って一章ここだけですので担当対策としても重要ですので頑張って暗記進めていくようにしてください。では丸さの意義確認していきます。③ 不動産の鑑定評価とは 現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる市場で形成されるだろう市場価値を表示する適正な価格を不動産鑑定士が的確に把握する作業に代表されるものであるとなっています市場代行機能という観点からの鑑定評価です。 鑑定評価というのは理想ではなく現実の社会経済情勢のもとで合理的な市場で形成される誰しもが納得する適正な価格を不動産鑑定士が把握する作業なんだとの内容になっています。頑張ってこれ担当対策としても重要ですのでですね、暗記していくようにしてください。では続いて4番目ですね。4番目、丸4。4番目はどういった観点からの意義かといいますとこれ主体という観点からの意義になります。4番目は主体という観点からの意義が示されています。 交易主体という観点から意義がマリオンで示されています、はい、では主体という観点から意義ですねマリオン確認していきますマリオン不動産の鑑定評価とは不動産の価格に関する専門家の判断であり意見であるとなっています 鑑鑑定定評価というのののは我々鑑定士の判断意見が入るものなんだとということにななってきます。なので判断ですね改善させて構いませんので例えば同一の不動産について同一の依頼目的内容で異なる鑑定士にですね複数の鑑定士に評価をさせてで結論としての鑑定評価が異なったとしてもそれ自体は問題ないということです。 同一不動産について同一の依頼目的条件で複数の鑑定士に評価依頼してで異なった鑑定評価が求められたとしてもそのこと自体は問題ないなぜかというと判断意見が入って構わないのが鑑定評価だからということになってきますこれ判断意見を入れてダメならばもうそれこそコンピューターに数字を入れれば鑑定評価なんかできるわけですねだからもうその鑑定士なんていらなくなってしまいます鑑定評価なのに存在意義を示しているのがこの主体という観点からのです ④、ね、の鑑定評価の意義ということになってきます まあそれぞれの鑑定値は、ね、腕の見せ所がこの判断域を介在させるところということになってきます。なので間違いな足としては例えばこんな足。鑑定評価は客観的なものでなければならないので評価にあたっては判断を介在させてはならないとかそんなことはないです。判断域入れて構わないのが鑑定評価なんだということになってきます。最後5番目ですね。丸五4章で学ぶべき内容なんですけど5番目はこれね。 仮定ですね。まあ、価格形成仮定、仮定という観点からの意義が五番目ということになってきます。五番目の意義は仮定ですね。まあ、価格形成仮定、仮定という観点からの意義が五番目で示されています。では、五番目で確認していきます。はい、で、五番目ですね。丸五。 不動産の鑑定評価はその不動産の価格の形成過程を追求し分析することを本質とするものであるとなっています。3番目で市場代行機能という意義がありましたね。鑑定評価というのは市場での価格形成過程に成り代わって価格を求めていくのが鑑定評価です。なので評価にあたってはその市場での価格形成過程を追求分析する必要があるそれを本質とするものが鑑定評価なんだというのが5番目の意義ということになってきますこれれといいう観点から意義が示されています。 全部で5つでつすね特にこね3番目です、ね、で市場代行機能という観点からの鑑定を行いが重要ですのでしっかりと繰り返しね、ねういに出して言うなとして,って,、ね、書,いて書いてみるなとして、ね、暗記していくようにしてください。はいでは14ページ、移ってください、はい、最後の説ですね、第4説、不動産鑑定士の責務ですね。 割れ、えー、鑑定士に課せられている、ね、責任義務、責務について学んでいきます。まずこの第四節不動産鑑定士の責務は三つのブロックから成り立っています。三つのブロックから成り立っています、ね。まずはブロック分けをしていきます。はい、まずは、えーね、第一段落ッ四行目までが第一ブロックですので四行目最後斜線かなんか引いてください。まず第一ブロックはですね初めの四行ですので四行目の最後にこ斜線かなんかでね。 ブロック分けしてください第2ブロックは5行目からずっと下移っていただいて「1」ってところがありますねその上2行「さらに」って表現があると思うんですけど「さらに」の前までが第2ブロックですので「さらに」の前に斜線を引いてください「かっこ1」という表現の2行ほど上「さらに」ってところがあると思うんですがその前のところで斜線を切って下さい「さらに」の前までが第2ブロックということになってきます でさらに以降が第3ブロックですね3つのブロックに分かれていますではそれぞれのブロックごとにどういったね観点からの責務が課せられてるのか確認していきますで第1ブロックから14ページ1行目から見てくださいでは基準 土地は土地基本法に定める土地についての基本理念に即して利用日取引が行われるべきであり特に投機的取引の対象とされてはならないものである不動産鑑定士はこのような土地についての基本的な認識に立って不動産の鑑定評価を行わなければならないとなっています。はい、じゃあ1行目、法法律名ママーークししててくくだだささい。い。土地基本第1ブロックは、 土地基本法からの要請責務が示さされてていいます法法法律土土地地基基本本をマークをしてください土地基本法これ行政法規で学ぶ法律ですだから法律の内容は行政法規で確認していただきたいんですが、ね、これバブルの頃にできた法律で例えば2行目特に投機的取引の対象とされてはならないこういった土地についての4つの基本理念が示されているのが土地基本法でゆえに鑑定士もこう,、ね、こういった 土地についての基本理念を踏まえて評価を行わなければならない。そういった責務が課せられているのが第1ブロックということになってきます。第1ブロックは土地基本法からの要請が示されています。続いて第2ブロックですね。第2ブロック。5行目からですね。じゃあ一気にさらにの前まで読んでいきます。長屋の文章なんですが、一気にさらにの前まで読んでいきます。では5行目から。 不動産鑑定士は不動産の鑑定評価を担当する者として十分に能力のある専門家としての地位を不動産の鑑定評価に関する法律によって認められ付与されるものである。したがって不動産鑑定士は不動産の鑑定評価の社会的公共的意義を理解しその責務を自覚し適格確実なあ誠実な鑑定評価活動の実践をもって社会一般の信頼と期待に報いなければならない。そのためにはまず不動産鑑定士は同法に規定されている通り良心に従い誠実に不動産の鑑定評価を行い専門職業家としての 社会的信用をを傷つけるようななな行為をしてはならないとともに正当な理由がなくてその職務上を取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならないことは言うまでもなくここまでが第2ブロックということになってきます第2ブロックどういった鑑定から正規めが課せられているかというとやっぱり法律名ですねではえっと6行目ぐらいですかね「不動産の鑑定評価に関する法律」というところマークをしてください、まあ、第2ブロックの2行目ですかね「不動産の鑑定評価に関する法律」法律名マークをしてください 第2ブロックは不動産のの鑑定評価に関すす。る法律からの要請責務が示されていますでこの不動産の鑑定評価に関する法律こちらの法律も行政法規で学びいます内容ね行政法規で確認していただきたいんですが、えー、この不動産の鑑定評価に関する法律で専門家としての地位が認められていますであるならば地位に見合った責務を負うでしょうというのが第2ブロックです 誠実な鑑定評価の実践をもって社会一般の信頼と期待に報えなければならぬだ、ね、地位に見合った責務を負うでしょうというのが第2ブロックの意味する内容不動産の鑑定評価に関する法律からの要請ということになってきますで第2ブロックで試験対策上重要なのが主否義務です 鑑定士も守秘義務が課せられますで。守秘義務について述べているのが、さらにで区切ったところの2行ほど上、正当な理由があったところから始まる文章が、これ、守秘義務について示されています。なので、もう一度そこから読んでいきます。さらにの2行上、正当な理由があったところからもう一度読んでいきます。じゃあ、守秘義務です。正当な理由がなくて、その職務上を取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならないんだということになってきます。これ、鑑定士に課せられている守秘義務です。 なので正当な理由がなければ知り得たことを示してはならないので依頼者からの要請であったとしても正当な理由がなければ知り得たことを示してはならないということですただ正当な理由があればいいのでいかなる場合もダメなんだというのもね間違いなしということになってきますでこの鑑定士の守秘義務についてはあの行政法規の方でもねこれは学ぶべき内容ということになってきます では続いて第3ブロックですねさらに以降さらに以降は皆さんが学んでいる不動産鑑定評価基準基準からの要請がさら、ね、に以降第3ブロック、えー、と守るべき、えーとね、5つの遵守事項が示されています第3ブロックは基準からの要請で守るべき5つの事項遵守事項が示されていますはいじゃあさらに以降からさらに次に述べる事項,事項を遵守して支出の向上に努めなければならないかっこ1 高度な知識と豊富な経験と的確な判断力とか有機的に統一されて初めて的確な鑑定評価可能となるものであるから普段の勉強と計算等によってこれを体得し鑑定評価の進歩改善に努力することになっています。まさにこれ,ねこれ私に向けられているような責務ですよね。えー、鑑定士になってからもまあね勉強努力なんだと,ことまあ道徳論ですねそういった責務を述べているのがこの括弧1の遵守事項ということになってきます。では2 依頼者に対して鑑定評価の結果を分かりやすく誠実に説明を行えるようにするとともに社会一般に対して実践活動をもって不動産の鑑定評価その制度に関する理解を深めることにより不動産の鑑定評価に対する信頼を高めるよう努めることとなっていますまあ後半は道徳論ですよね、えー、っと信頼を高めるように頑張りなさいってことですで重要なのは前半です えこれ説明責任が示されています鑑定士は依頼者に対して鑑定評価の結果分かりやすく説明する義務を負っています難しい言葉なんか使うんじゃなくてですね分かりやすく評価内容について説明する責任を鑑定士は負っているんだということになっていきます本当にこれ重要ですよねえー、と一,一昔前までは、えー、と鑑定評価はですね のこう最終的な成果物は鑑定評価値というんですけど、鑑定評価を行って最終的な書面をですね、成果物を鑑定評価値というんですけど、一昔前は、鑑定評価書を依頼者相手先にも送っちゃえば、まあ、それで終わりみたいな時代があったと思うんですけど、今やっぱ説明責任、特にこう口頭での説明責任も重要なので、鑑定評価書を作成して、それをね、依頼者のもとに持参して、それこそ依頼者の前でこう1時間ぐらいかけて、でこの数値は高校で高校でみたいにこうしっかり説明する。そこまでも今求められてますので、このね、鑑定者の説明責任、 というのは結構非常に重要となっています。では、3つ目の遵守事項ですね。かっこさん見てください。かっこさん。かっこさん不動産の鑑定評価にあたっては、事故、または関係の利害の有無、その他いかなる理由に関わらず、公平だとの態度を保持することになっています。どのような理由に関わらず、公平だとの態度を保持して評価を行わなければならないということになってきます。これとの関係でま業界的に問題視されているのが、依頼者プレッシャーというのが問題視されています。 つまり依頼者から例えば今回の評価ちょっと安く出してくださいってこうプレッシャーを受けてそれに迎合してしまって安く評価をしてしまう不当鑑定という形です。これ業界的にも問題になっています。確かに報酬をもらうのは依頼者からです。じゃあ依頼者の利益になるような評価を行うことが鑑定士の鑑定評価なのかというそうじゃないってことです。つまりは 依頼者の利害、利益、その他のい,いかなる理由に変わらず、常に公平妥当な態度を保持して、公平充立な立場からの誰しもが納得する適正な価格を求めるのが鑑定評価です。依頼者の利益になるような評価を行うのが鑑定評価ではありません。依頼者の利害、利益、その他、いかなる理由に変わらず、常に公平妥当な態度を保持して、誰しもが納得する適正な価格を求めるのが鑑定評価なんだということになってきます。では続いて4番目の遵守事項です。 最終2行とといい。うところを見てください4不動産の鑑定評価にあたっては専門職業家としての注意を払わなければならないこととなっています。プロである以上です、ね、専門職業家プロである以上プロとしての注意を払いなさいということで例えば依頼者から提供を受けた資料を安易に支援して鵜呑みにして間違った評価なんかをしてはだめなんだということでプロである以上ですね。 資料等々についても鵜呑みにすることなくしっかりと注意を払って評価を行わなければならないんだとの遵守事項が4番目ということになってきます。で試験対策上重要なのは5つ目です15ページ5番目の遵守事項が試験対策上重要となってきます。15ページ上括弧5見ててくだささい。いいこれ、れ受託責任というものが示されています。括弧5 事故の能力の限度を超えていると思われる不動産の鑑定評価を引き受けまたは遠鼓もしくは特別の利害関係を有する場合と公平な鑑定評価を害するおそれのある時は原則として不動産の鑑定評価を引き受けてはならないことと示されています、はい、では上から3行目原則としてって文言ですねまあこうしてください原則としてって文言まあこうしてください原則としてまあこうしてください 要は利害関係を有する場合には、原則として鑑定評価を引き受けなならない。逆に言うと利害関係があっても一定の場合には鑑定評価を引き受けることができることを示すのが原則としてという文言になってきますで今後もこの原則としてって文言が出てきますでこの原則としてって文言は簡単に間違いの足を作りやすいですね、えー、試験で出されやすい重要なキーワードとなってきますで 画面見ていただいて、えー、間違い足のパターンとしましてはこの原則としてという文言ですねまずは、えー、原則例外逆パターンということになっていきますこのような問題、えー、特別な利害関係をし公平,公平な鑑定を害する恐れのあるときにおいても公平な公平妥当な態度を保持していれば原則として不動産の鑑定を引き受けても構わない これ原則例外論逆にしてますね原則引き受けてはならないですね。これ原則例外の逆のの逆パターンの誤りななしとということになってきますで続いての間違いのパターンとしましては例外なしのパターンということになってきます。こんな問題です。えー、不動産鑑定士は常に公平妥当な態度を保持しなければならず特別な利害関係する場合はいかなる場合であっても不動産の鑑定協会を引き受けてはならない。 えー、いかなる場合もダメなのかじゃないですね。あくまで原則として、一定の場合には利害関係あとも引き受けることが引き受けることできますので、例外なしとしてこれいかなる場合であってもとしている。この足は誤りなしということになってきます。このように簡単に間違いなし、作れる文言が原則としてって文言ですので、えー、今後も原則としてって文言ができた場合にはですね。意識して押さえていく必要があります。 はい、以上責務ですねそのほか責務の問題としては広告を超えた責務は、えー、反するかみたいな問題うこを超えた行為は不動産鑑定士の責務に反するかみたいな問題が出ます責務の問題としてはうこを超えた行為は不動産鑑定士の責務に反するかみたいな問題が出ますでそういった問題が出た場合にはもうズバリ常識論です常識論で判断できます例えばこんな問題が出ています不動産鑑定士に課せられる責務の大きさは所属する事務所の代償と代償で違ってくるどうでしょうか 不動産鑑定士に課せられる責務の大きさは所属する事務所の大きさ小ささによって大小によって違ってくるどうでしょうか関係ないですよねそれは道徳論でわかりますね常識論で所属する事務所の大きさ全然関係なく鑑定士に課せる責務というのはですね同じです事務所の大小全然関係ありませんまあこういった問題出ますのでそういった問題を無常識論で判断すればね回答することができるということになってきます はい、で以上ですね、1章ですね、えーと、不動産の鑑定評価に関する基本的考察ですね、これ、抽象論です。2章以降の具体的な概念の理論的根拠が示されるのが1章です。なかなかちょっと分かりにくい表現いっぱい出てきたと思います。でとにかく1章は、2章以降の具体的な概念を学んだときにこう戻ってきる必ず戻ってきて、戻ってきたときに、あ、そういえば1回目の講義ではこんなことやったなと思い出せる程度にしておけば、まずは復習としては十分ということになってきます。で復習の仕方としましまては この足別鑑定でのですねま、まずは上巻からですね、こちらをしっかりと解いていただくということになってきます。で、えー、と解いていただきた足別なんですが、で、このパワーポイント画面紙あります。パワーポイント画面紙。パワーポイント画面紙。で、こちら、表紙めくっていただきますと、表紙の裏に、えっ、ー、と、講義深度表が示されています。全20回の講義の深度表が示されています。 で、今回ですと、<う> 1> 第1回ですね、厚った章が第1章ですね、工藤さんの鑑定、不満が基本的コースで該当する合格基礎的なページが、今回ですね、えっと、目次から16ページまでに学びました。で、対応する足別の番号が一番右端に示されています。今回、第1回解いていただきた足別の番号は、上巻の4ページ足の位置から36ページの足の112までです。で、この範囲の中で、星2つと3つの足のね、 足別を解いていただきたいということですえっ、ー、と下のところをごチェックされて注意書きあります最終2が、なお復習にあたっては足別鑑定理論の該当箇所の星3つの足をまずは解き2度目3度目の復習の際には星2つの足も合わせて特にしましょう星1つの足は解く必要はないんだということです 解くべきものは星2つと3つでしかも1回目の復習の際には星3つだけで大丈夫です星3つの足をです、ね、まずは解いていくで2回し目3回し目の時に星2つまで広げるということですなのでまずは星3つの足からです、ね、この該当箇所の星3つの足についてです、ね、復習の際で解いた際には必ずテキストの該当ページに戻っていただいてです、ね、足別を、ね、解きながら、ね、テキストを潰していくこれが鑑定理論の復習の仕方ということになってきますはい では、今回ここまでにしておきます。はい、以上をもちまして、第1回目の講義を終了いたします。お疲れ様でした。